はい、アキゲームズです。幻想シアターの進め方を紹介し、1720原石や写真ポーズとの交換方法を紹介したいと思います。まずやり方ですが、冒険ランクを35にすると、始まりと終わりのない物語という世界任務が発生します。それを進めると、騎士団の図書館の中にマーカーが出て、そこでムービーを見ていくと幻想シアターが解放されるということになります。今は騎士団の図書館の中に入ったところですが、そこから下の階に飛び降りてから後ろを振り返るとマーカーが出ていますので近づいていきます。光っているところで謎の部屋を訪れる。選ぶとムービーが入って幻想シアターが解放されます。部屋の中では BGM を変えたり、キラキラを調べて本を取ったり、おみくじを引いたりできますので、よかったらやってみてください。細長い机のマーカーのところで幻想シアターを選ぶと挑戦をやることができます。下の方にいろいろ項目が出ますが、公演準備をやると挑戦をやることができます。報酬は初回の1回だけもらえるものと繰り返しもらえるものとに分かれています。初回は1100原石や原型、脆弱樹脂などをもらうことができます。1ヶ月ごとに繰り返しもらえる再演報酬は620原石をもらうことができます。また写真ポーズとの交換に必要なおもちゃの勲章は繰り返し報酬の方でもらうことができます。写真ポーズとの交換方法ですが、狼に話しかけて一番上の選択肢を選びます。そうすると画面が切り替わって、好きな写真のポーズとおもちゃの勲章を1つ交換することができます。ハードモードをクリアするとおもちゃの勲章を毎月3個もらえますので、3つずつポーズと交換することができます。ただイージーモードでも1個はおもちゃの勲章がもらえますので、1つだけポーズが欲しい場合はそれで十分ということになります。挑戦するときに難易度を選べるのですが、イージーモードだと3まで、ノーマルモードだと6まで、ハードモードだと8までの報酬をもらうことができます。このため1720原石をもらうためにはハードモードをクリアする必要があります。参加するために育成する必要がありますので説明します。イージーモードで10人、ノーマルモードで14人、ハードモードで18人必要な挑戦になるのですが、開幕サストの6人はお試しで使うことができるのと、フレンドからサポートキャストを1人借りれますので、それらを除いた人数を育成する必要があります。またレベル条件もありますので、イージーモードをやるためにはレベル60を最低3人、ノーマルモードをやるためにはレベル60を最低7人、ハードモードをやるためにはレベル70を最低11人育成する必要があります。幻想シアターは1ヶ月ごとに更新されるのですが、その度に敵の内容や開幕キャスト、縛りの幻想の内容が変わります。今期は今出している6人になるのですが、この6人に関してはお試しキャラを選ぶことができます。お試しキャラは無凸のレベル80で星4武器を持っていますので、自分で育成している場合は育成しているキャラを使った方がいいとは思います。ハードモードでもお試しキャラで十分にクリアできる難易度となっていますので、まず開幕キャスト以外の11人を育成してハードモードに挑戦できる状態を目指すことになります。また開幕キャストのキャラは強化効果を得られて、今期は HP 上限と攻撃力と防御力が 20% アップします。この効果は螺旋など幻想シアター以外でも適用されます。次にサポートキャストについてですが、幻想シアターでは自分のキャラをフレンドに貸し出したり、フレンドのキャラを借りて戦うことができます。サポートキャストに登録したキャラは15回までフレンドに貸し出しすることができます。ただ開幕キャストの6人と今期の元素タイプ以外の元素のキャラについてはサポートキャストに登録したとしても貸し借りはできないようですのでご注意ください。今期は炎と雷と風が対象ですので、開幕キャストの6人以外で3つの元素のキャラを入れるようにしてください。なお主人公とアーロイはサポートキャストに登録することはできないようです。フレンドのキャラを使う場合はサポートキャストを招待のところからフレンドのキャラを1人選んで使うことができます。フレンドの強い貫突キャラがいたらそれを使うと楽に戦えると思います。今のようにお試しキャラで6人、フレンドのキャラで1人使えますので、それ以外の11人の育成を目指すことになります。フレンドがいない場合は最低12人の育成が必要となります。木によって変わるのですが、あくまで今期で育成が必要な11人のキャラを説明します。
今期の対象現象は炎と雷と風ですので、その元素のキャラと特別招待キャストの4人となっています。特別招待キャストは対象元素以外で使えるキャラなのですが、お試しはありませんので、自分で持っているかフレンドから借りる場合のみ使うことができます。ハードモードの場合はレベル70以上の対象元素と特別キャストが表示されますので、その中から選ぶことになります。なお主人公については草主人公では表示されませんでしたが、雷にしたら表示されましたので、対象元素にすれば表示されると思います。なお今選んでいる12人ですが、お試しキャラを6人使って、フレンドのサポートキャラは1人も使わないで、ハードモードで星8を取ることができている編成となっていますので、参考にしていただければなと思います。ライブ配信の方で実際にこの編成で星8を取っていますので、気になる方は概要欄のリンクから見ていただければなと思います。蒸発編成だけ、落下攻撃編成だけなど、ある特定の編成だけ強く戦えるキャラよりも、いろいろな編成でそこそこ戦えるキャラを育成する方がクリアはしやすくなると思います。ここから挑戦の進め方を説明していきます。まず公演準備を選んでから難易度を選びます。難易度を決めたらチーム編成画面にして、まず開幕キャストを選びます。お試しと持っているキャラの強い方を選んでください。次は待機キャストの12人を選びます。特別招待キャストと対象元素から12人を選びますが、フレンドがいる場合はサポートキャストを追加すると1人強いキャラを使うことができます。主な相手からボスを確認でき、そこが一番難しいので、どんなのがいるか先に確認しておいてください。この画面で装備の変更もできますので、使う予定のキャラはちゃんとした武器と生物をつけてください。挑戦進むを選ぶと確認画面になりますので、この18人で良ければ挑戦開始を選んでやっていくことになります。挑戦開始を選ぶと8つのステージを順番にやっていくことになりますが、札を最初に選びますので、それを説明します。大きく戦闘系と仲間が増えるものと強化効果を得られるものの3つに分かれています。気に入らなければ最初は2回までリセットして引き直すこともできますが、最優先で引くべきは仲間系の札となっています。最初は役の花が通貨のようになっていて、それを使って仲間を呼んだり強化効果を使ったりできるということになります。花の数は戦闘に買ったりもらったりして増やすことができます。仲間は指定できるものとランダムのものがありますが、どちらでもいいので、とにかく一人でもいいので仲間を増やすようにしてください。開幕キャストの6人しか最初は選べませんが、仲間イベントや戦闘に勝つと仲間を増やすことができます。無料のミステリーボーナスがあったら選んだ方がいいですが、次に仲間を増やせないなどデメリットがあることがありますので、よく文章を読んでから選ぶようにしてください。次にワンダーサポートについてですが、花のコインを消費して強化効果を選ぶことができます。発動条件が拡散など決まっているものがありますので、自分の今の編成で使えそうなものがあれば選ぶと良いと思います。かなりいろいろ種類がありますので試してみてください。次に戦闘イベントですが、2種類以上出ていることが多いので、両方確認してやりやすい方を選ぶことになります。公演詳細のところに3つ条件が出ていますが、一番上のものを達成すると次のステージに進むことができます。80、20とあるのは仲間を招待したり強化効果を得たりするのに使うコインをもらうことができる数となっています。一番下のスター挑戦は達成すると星の数がプロフィールや公演履歴から確認できるようになり、勲章のような形になります。8つステージがあるので星8まで取ることができますが、スターは取らなくても報酬はもらうことができますので、最初は狙わなくていいと思います。上から2番目の追加挑戦は必須ではないですが、コインをもらうことができますので、できれば達成したいところです。この追加挑戦と敵の内容が戦闘の札によって変わりますので、これらを見て今手持ちのキャラでやりやすい方を選ぶというのが基本的な考え方となります。戦闘の札を決めたら決定を押すと戦闘をやることができます。別の場所に移動したらまっすぐ進んで公演準備を選んで準備をしていきます。出演可能なキャラから4人を選んで戦うことになります。キャラの下に黄色いマークが2つ出ていますが、一度戦いに出るとマークが1つ減って、2回戦いに出ると出演可能キャラから消えて戦いに使うことができなくなります。左
左下は第3幕まで進んだ時の様子ですが、キャラが入れ替わっているのがわかるかと思います。これは2回戦いに出たキャラがいなくなって、仲間イベントで入ったキャラが増えているためです。ボス戦や防衛戦など難易度の高めのステージがありますので、その時に対応したキャラが使えるように残しておくのがポイントとなります。今お見せしているのは今期の中で難しいステージと有効なキャラを書いています。マッシュラプトルは雷元素を当てると暴れ回ってからダウンしますので、雷キャラが有効となっています。防衛戦は小さな敵が次々と出てきますので、カズハ、スクロース、ベンティをできれば2人入れておくとかなり楽に戦うことができます。アビサリ・ビシャープは雷と氷の耐性が高いので、それ以外の元素が有効なのと、2体ほぼ同時に倒す必要がありますので、範囲攻撃ができるキャラが有効となっています。コペリウスは氷シールを貼ってきますが、炎元素かウルシア攻撃で簡単に剥がすことができます。アルエッキーノはお試しでもかなり強いので、最後まで残しておくのがおすすめです。実際に私がどのような感じでやっているかは、ライブ配信のアーカイブを概要欄のリンクからご覧ください。1720原石をもらうためにやるべきことは、ハードモードに挑戦できるだけのキャラを育成することと、それらのキャラを使って第8ステージまで終わらせることです。途中で仲間が足りなくなると続けられなくなりますので、仲間のイベントの札は必ず引くようにしてください。第4ステージの防衛戦については、螺旋の仕様とは異なっており、敵を倒すだけではダメで、タイムが0になるまで敵を倒し続ける必要があります。敵を倒すと残り時間が少なくなっていきますので、カズハやウェンティースクローズで足止めをしながらどんどん敵を倒すようにしていくと楽にクリアできると思います。戦闘の挑戦をクリアするとスターなどは取れなくても1人仲間は増えますが、後々のステージで敵に合った編成を組みやすいように仲間の札はできるだけ引くようにしておいてください。報酬は各ステージをクリアすると宝箱が開きますので、そこで報酬受け取りを選ぶともらうことができます。初演報酬は初回の1回のみとなっており、再演報酬は1ヶ月ごとに何回でももらうことができる報酬となっています。毎月1日の更新となっていますので、ハードモードを最後までクリアするだけで毎月620原石を今後ももらうことができます。最低11人レベル70以上にする必要があり、初心者にはなかなか厳しいですが、螺旋よりは難易度は低いと思いますので、まずはこちらで全報酬確保を目指すのがいいのかなと思います。よかったらやってみてください。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、Twitch、X、ブログ、ホヨラボも見ていただけると嬉しいです。